エリザベス・コートライト・モンローは、第5代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・モンローの夫人である。身長5フィート。1768年6月30日に、イギリス領北米植民地のニューヨーク植民地、ニューヨークにて、ローレンス・コートライトとハンナースピンウォールの娘として、生まれた。父ローレンスは、フレンチー・インディアン戦争中に、死略戦で活躍して、 裕福になった商人だった。1786年2月16日に17歳で27歳のジェームズ・モンローと結婚した。エリザベスは細身で黒い髪と青い目を持ち優雅であり、亡くなる直前まで年齢より何歳も若く見える美しさを維持していたと言われている。 モンローとの間には三人の子供を設けた。数少ないエリザベス・モンローの基地の肖像画の一つ、夫のモンローが、ジョージ・ワシントン初代、アメリカ合衆国大統領によって1794年に在仏全権行使に任命されると、エリザベスもフランスへ向かう夫に同行した。当時のフランスは恐怖政治の真っ只中にあり、かつてアメリカ独立戦争を助けてくれた。 ジルベールデュモティエド、ラファイエット公爵の夫人のアドリアンヌ・ド・ラファイエットも、パリ市内の刑務所に投獄されており、いつギロチンで処刑されてもおかしくない状況にあった。そこでエリザベスは思い切った行動に出た。派手に馬車を仕立てて、矢印馬の群れに取りまかりつつ、刑務所内のアドリアンヌ夫人を訪問し、群衆の目の前で、感動的な抱擁を演じ、人々の同情を引いて、 喝采を博したのである。この後にエリザベースは公安委員会からアドリアンヌ夫人の釈放を取り付けた。この出来事以降、エリザベースはフランスで非常に人気がある女性となり、アメリカの美しい人と愛着を込めて呼ばれるようになった。その後、在仏前健康史を解任されたモンローは、1799年から1803年までバージニア州知事を務めた。エリザベス夫人は、 このバージニアで暮らしていた時期から体調不良が目立つようになった。1803年から1807年までは、モンロー一家はヨーロッパに戻ってパリやロンドンで暮らし、夫妻は1804年12月2日のナポレオン・ボナパルトの戴冠式にも招待されている。1811年にモンローがジェームズ・マディソン大統領から 国務長官に任命されると、一家はワシントン DC に移り住んだ。1817年3月4日に、モンローが第5代アメリカ合衆国大統領が就任し、エリザベスはファーストレディとなった。エリザベスは就任式の間は終始控えめな役割を演じ、第2期の1821年3月4日の就任式には出席しなかった。 全民のドリー・マディソンと対照的にパーティーを好まずできる限りホワイトハウスのプライバシーを守ろうとした。彼女はリュウマチ、頭痛および発熱など障害を通じて病気がちであり体が弱かった。転換とみられる症状を起こしていたことも知られている。そのために長女エリザが母の代わりにファーストレディの役割を担うことが多かった。問題一家は ヨーロッパの社会慣習の影響を受けていた。プライベートでは家族はフランス語で会話をしており、エリザベスは多くの家具をフランスから購入していた。エリザベスはワシントン DC の伝統を守るつもりもなかった。従来の慣習では大統領夫人はホワイトハウスを表敬訪問した議員夫妻らに対し必ず数日中に東礼訪問をしなければならないことになっていたが、 エリザベスは健康が優れないことを理由に監修に反して当例訪問をしないことに決めた。平日のほとんどを潰してしまうほどの重労働であり、死の人口も年々増えていたので、その負担は増す一方だったが、この決定によって気ぐらいが高すぎると反発された。次女、マリアのホワイトハウスでの結婚式は、ドリー・マディソンによって普及したバージニアスタイルではなく、 出席者を身内に限定するニューヨークスタイルに沿って挙行され、招待状を心待ちにしていたワシントン人士の期待は裏切られることになった。エリザベスが嫁いだ娘を訪ねるという名目で何ヶ月もホワイトハウスを留守にしたことがあったが、これも悪評の原因となった。ファーストレディが留守の間は、女性はホワイトハウスを訪問できないというルールがすでにできていたので、夫が ホワイトハウスに招待されても着飾って同行することができなかったからである。男だけのパーティーが開かれたものの、会話ベタのモンロー大統領では、長い沈黙が生じて盛り上がらず、早々とお開きになることが多かったと言われている。こうしたことが積み重なり、今度はエリザベスがパーティーを開いても、夫人らがボイコットし、壁際に会いたい巣が並ぶという異様な光景が続いた。 有名な新聞記者ウィリアム・ウィンストン・シートンの夫人は大統領の応接官は昨夜はミスボらしい空席の椅子の列ばかりだった。出席した5人の女性のうち3人は外国人だったと書いている。彼女の方針も最後の頃になると受け入れられるようになり、このようなボイコットも少なくなっていった。1825年1月1日の最後の新年会に参加した人物は、 エリザベスの印象について、威厳のある風格と表現し、彼女のドレスは素晴らしい黒のベルベットです。首周りと腕は剥き出しで美しい形です。髪は膨らませてあって、高く盛り上げられ、白のダチョウの大場ーーで飾られています。首周りには素敵な真珠のネックレスをつけています。彼女はもう若さは失っているものの、依然として容姿に優れた女性ですと詳しく述べている。 モンロー大統領が退任した時、エリザベスの体調は、優れず、すぐに移動できなかった。夫妻が、バージニア州、オークヒルの邸宅に戻ったのは、退任から3週間後のことだった。エリザベスは1826年に激しい発作に、襲われ、暖炉の近くに倒れ込み、重度の火傷を負った。エリザベスは1830年9月23日に、オークヒルで亡くなった。 62歳没、ジェームズ・モンローは、エリザベスの死後、自分ももう、先は、長くないだろうと語った。その言葉通りとなり、妻の死の10ヶ月後に亡くなった。大統領1ドル高価プログラムの一環として2008年2月28日に、合衆国造兵局は、エリザベス・モンローの栄誉を称える10ドル金貨と、銅メダルを発行した。ありがとうございます。